生まれながらに平等じゃない。これが弱い4歳にして知った社会の現実。無個性のくせにヒーロー気取りか、デク。お母さん、どんな困ってる人でも笑顔で助けちゃうんだよ。僕もなれるかな。あの時決めたじゃないか、周りの言うことなんて気にするな。ボス個性どころか無個性のてめえが、なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。